白ににあたり中ロニニアアンンンとサントニアンに挟まれるなお、コニアス街、コニアシアン街という名称があるが、これらは時代を示すものではない。街は、地層に対して当てられる単位であり、僧女名、コニアス街、コニアシアン街と、時代名、コニアス期、コニアシアン期は、対応なす関係である。詳しくは、類題を参照のこと。コニアシアンでは、 海洋無酸素事変であるウォア遺酸が発生した可能性が指摘されている。前期、コネアシアンでは2枚以外のディティモティスが多量に産出し、これはディディモティスイベントと呼ばれる。ディディモティスは一般的な低性動物化石が産出しない場所で多産しており、黒色霊岩中に産出する。日本の北海道のエゾソ群でも同様の現象が確認できるほか、高鉄鋼や 保存状態の良い黒色砂岩の用理が見られる。ただし、同じく、北海道の古丹別地域では、海洋無酸素事変の頃の地層と比較すると、有機炭素や高鉄鋼の産出が少ないことから、当時は、酸素濃度が低いものの定常的な無酸素環境では、なく、また低岩は、非流化的環境で堆積したと考えられている。さらに、この低岩層は、 ストーム起源の堆積層と幾重もの相乗構造をなすため、貧酸素、不酸素という環境変化は周期的に発生していたことが示唆されている。日本では北海道空地管内三笠地域に中ロニアンとコニアシアンの境界として規定できる地層が存在する。ポンブツ川本流西翼、本流東翼、ポンブツ川支流後の沢で調査が行われ、 アンモナイトやイノセラムスの化石記録と緑色砂岩層から境界を規定できる。緑色砂岩層の規定が境界である。北海道の古丹別地域では、コニアシアンのアンハイイロデーガンからイノセラムスなど、少数種の大型化石が産出する。また、北海道足別市に分布するエゾ層群ハボロ川層は、後期、コニアシアンにあたり、 バンサイアズナの魚類化石や二枚が化石が産出する。2016年には、チミチユミの関節面が保存された、脊椎動物のオシイが発見され、イ椎骨が前後に長いことと関節面が丸みを帯びていることからティラノサウルス浄化の骨と判断された。福島県に分布するコニアシアンの地層からも、ティラノサウルス浄化の化石が産出しており、当時はティラノサウルス浄化の恐竜が、 あとの日本に広く分布していたと推測されている。三笠市立博物館では2015年3月22日から5月17日にかけて北海道産のアンモナイトなどコニアシアンの地層から産出した化石約150点による企画展が開催された。日本で産出するアンモナイトをあげる。ありがとうございます。